はいどうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、皆さんはゴッド上限システムという言葉ご存知でしょうか。今日はですね、このね、魔導書の審判というね、ぶっ壊れカードをこれ使っていきたいと思ってまして、これなんと今、令和の現代、3枚積むことができます。はい、ずーっとね、これ禁止カードだったんですよ。ずっと禁止カードで、もうなんかそのパワーがあまりにもインフレが進みすぎて、もうなんかこんなカード禁止にしちゃってしゃあないみたいな感じで、これもう3枚使えるっていう時代になりましたね。これ魔導清流環境って言われてるその環境の時に、大暴れしてたカードでございまして、まあ、ちょっと僕その時を遊戯やってなかったんで、あの聞いた話でしかないんですけども、まあ、このカードがまあ強かったと。何するかっていうと、エンドフェーズに、このカードの発動後に自分または相手が発動した魔法カードの、数までデッキから魔導書審判以外の魔導書カードを手札に加えながら、この他で手札に加えたカードの数以下のレベルを持つ魔法を使い付くモンスターを特殊召喚できる、サーチして特殊召喚もできるっていう、まあ、超ぶっ壊れカードですね。で、何を出してくるかっていう話なんですけども、まあ、やっぱ一番有名なやつはこれなんですよ。奨励術師上限。これは何かっていうと、なんだっけ、虚無空間、バニティスペースの効果を持っていまして、フィールド上に存在する限りお互いにモンスターを特殊召喚できないよっていうクソヤバ効果ですね。フォッシルダイナパキフロみたいな効果をしてるんですよ。でこれを、まあ、審判の効果使ってなんか魔導書サーチしながら出していくことによって相手の特殊召喚を完封して、まあ、戦っていくというギミックが、まあ、いわゆるゴッド上限システムってやつなんですね。これを令和で今回は決めていきたいと思って、このデッキ組んでました。もう3積みですこれ初手いきたいんで、初手いきたいです。3積み、はい。令和の現代では、魔導書はどんな動きをするのか、ぜひね皆さんにもご覧いただこうと思っております。早速やっていきましょう。デュエルスタンバイ。あー、なるほど、割とハンドは強そうな気はします。なお2ドローによるけどな。このカードを特殊召喚、ラモールを墓地に送って、特殊なんもなそうだな。もうこれ墓が出せていいかマジの防御出ていい、マジの防御出ていい、マジ防御出ていい、ちょっとやばいやばい防御出ていい、おおよしよしよし、防御に成功した。これバテル召喚ですね。バテル召喚グリモ、これね、結局ね、なんかね、グリモがね、グリモっていうか、なんだっけ、グリモか、だから実質グリモがないと魔導書ムーブ綺麗に動かないんだよね。まあ、とりあえずちょっと一応バテル召喚するじゃないですか。でバテル召喚でバテル効果でグリモ持っていく。 OK、 なんもないね、なんもない、やっぱりなんもない、なんもないで、ちなみに今のね、ソウルズの効果にね、うららって言われたら、ほんと死ぬからよろしく。はい、普通に死ぬから。散っていくから、綺麗に散っていくからよろしく。ほい。で、クローリー特殊。で、クローリー効果。これは綺麗に回りそうですね、さすがに。最初のなんか人影2ドローみたいなの成功したから。このクローリーもランダムでやる必要あるこれ。これ絶対さ、これ絶対確定でいいでしょ、これサーチ。普通にこのが許してくれよ。もうティアラメンツとかはびこってる環境だぜ。もう許してくれよ、このランダムとかやめてくれよ。もう魔導書せめてなんか3枚積んだらさ、確定にさせてほしいよね。でこれで魔導書審判とかいうぶち壊れ禁止級カードを使って、でグリモからのセフェルで、セフェルからグリモコピーみたいな動きをしていくと、どん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 その魔法カードをね、墓地に貯めながら魔法カード発動した回数を稼いでいくことができる。魔導書審判はちなみに、これそのカードの発動以降に使った魔法カードがいっぱいあればあるほど強くなるんですけども、はい、魔法の数だけ強くなれるよとです。はい、アスファルトに咲く花のようにね。で一回ネクロ使っちゃっていいかな。ネクロ使っちゃって死者蘇生があるので、墓地から除外するカードを、とりあえずグリモにさせてもろて、で、相手に見せつけるカードを、これね、ちなみにね、ラモール君のね、墓地蘇生効果をね、フルに活用したいんですよ、僕は。フル活用したいんですよ。なので、一旦ここでセレーネちゃん出します。これで何種類になってんだ？これで5種類いったか？魔導書。
ププ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 プ今のネクロ意味あったか。まあ、いっか。蘇生。もう撃つしかないでも。もう撃つしかないや。で、ラモール。今の蘇生、あのね、このね、ラモールのね、これね、5種類ってめっちゃむずいんだよね。その、魔導書を5種類以上貯めるとなんかいっちゃう強いんだけど、5種類かなりむずいっす。貯めるの。ちょっとなんかいい方法あったら教えてください。皆さん。これでね、まあ、ルドラとか撃ってると結構いけたりするんだけど、まあ、これは何でもいっウドラでいっか。で、いや、遅えんだよなー、これ。ちょっとルドラで誘発引きに行くわ。セレーネからの自分の墓地のソウルズ特殊。ラモールを特殊召喚する時点で5種類ないといけないんで、ちょっと難しいんですよね。ちょっともうこっち、君いらないわ、もう。あとこっちでもいいか。ラモール特殊した方が強いか。これ、次のターンは強いわ。ラモール特殊で言えば。ラモールこそだな。はい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 、はい、なるほど。でセット、まあ、セットこれでエンドですね。まんま強い。なんか回し方下手くそだった気がするけど、まあ、いいや。ゴッド上限システム、これがゴッド上限システム。魔導書の審判以降に発動した魔法カードの数だけ魔導書カードを手札に加えながらデッキからその手札に加えた数の魔導書以下のレベルを持つ魔法使いづくモンスターを特殊召喚できる。現れよ。圧倒的対話拒否アルティメットモンスター。おお、すごい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 。喧嘩はやめて、マシンをどうぞ。二人を止めて、融合、はい、どうぞ。ですね、ま、多分大丈夫です。はい、ムドラ、はい、わかりました。ムドラ、ぶん殴られるの、やばいので、殴られて、まずいので、これ、普通に、ゲーテで、除外しましょう。いや、これね、そうなんだよね。これね、コストがめちゃくちゃあるんですけどね、これ、この段階で、何でしたっけ、ラモールか。特殊召喚できたけど、メインフェーズ終了時にやるべきだったな、これ。ムドラ、はい、どうぞ。で、墓地のカードを戻されていく。墓地のカードを戻されていく。これでなんかリソースは削られるか、まあ、上限あるからさすがに大丈夫ですけど、まあ、ちなみに、上限は自分も特殊召喚できなくなってるんで、まあ、そこだけ注意ですね。だから、アドバンス召喚するとか、そういうなんかどかし方をしないと。あとあの裏側にするとかね、ゲーテで。まあ、今回ゲーテやるんで裏側にして展開していこうかなと思うんですけども、これがアットリキタイバヒョイとか言われている。これとやっぱ上限はね、令和で決まったら、まあ、勝てるは言うて、令和でもゴッド上限システムが決まれば勝てるっていうことは分かったわ。あ、よかったわ。ゴッド上限システムが決まれば勝てるといったところ。で、我々の魔導書効果発動。あとは打点を作りに行けばいいんだけども、セフェレの魔導書を回収して、で、とりあえず一回裏側にしてから考えるか。ちょっとさ、上限くんさ、君がいるとさ、なんか迷惑なんだよね。普通に迷惑だからさ、ちょっと一回なかったことにさせてもらっていいか。ちょ、お前なかったことにするわ。裏側守備表示になってくれ。ありがとう。ちょっとお前眠ってろ。お前ちょっといいって言われて眠ってろ。で、セフェルの魔導書発動。セフェル効果、相手に無線のバテル。で、アルマ。で、除外ゾーンから戻ってくるゲーテ。はい。OK。で、バテル召喚。こっからはあと打点作りに行けばいいので、打点を作りに行きたいんですが、残り時間やばくね。大丈夫かな俺。なんか残り時間やばそうな。41秒とかいう意味分かんない時間になってるけど、大丈夫これ。蘇生対象を組んでいけないか。ソウルズ効果。ちょっと、時間が意外とないよ。特殊召喚から、はい。
で、やばいやばいやばい、ちょっと本当に時間ない。こことここで、クローリー効果ほんまにやばいんじゃないかね。やばいやばい、間に合うか、間に合うのか、俺間に合うか、間に合え、なんだそれ、なんか違う、間に合え、ネクロ、対象はラモールにして、はいはい、これデュエル X 自体もあったわ。このなんか魔導書って操作量えげつない時間かかるから、なんか時間足んなくなるっていうのめっちゃ思い出したわ今。言ってる場合か、特殊召喚、やばい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 、時間ない時間ない時間ない、本当にやばい時間、なんか仮面ライダーファイズみたいな音流れ出したタイムアップみたいな、あ、あ、足りてる、神ゲー、危ない、令和のゴッド上限システムエアップすぎて時間が足りません。あー、なるほど、やっぱでもそのなんか使ってても思うけど、そのゲーってのあの選んで除外っていうあのテキストだけは本当に強いね。あー、マジであのテキストだけは本当世界最強だからさ。カリスラ、何、ほーん、おもろデッキだな、うちのコツしてる、わからん、なんでこの謎デッキ、はい、何さすんのこれ、デビルちゃんの宿短か、なるほど、カリスラ MP とか、デビルちゃんの宿短効果発動だから、これキャンドルがいるとあのエクストラデッキからモンスター出せなくなっちゃうんですけども、そのせいやが大丈夫ですかという話をしようと思ったら普通にどっか行ったバトスマスター負けん、なるほど、強そうですね、わからんな、なんか全然知らない展開してるわ。ガーデンローズメイデン、へえ。リベンネットスレイヤーで直式召喚出てきて、かっこいいね、やっぱこのモンスターってすごいデッキだね。あーと、あ、ベアトリーチ、へえ。いる、何この転生のコーディネートかなんかでこれコントロール出してるってこと？いらな、え、使い終わったっていうからいらな世界一やれんだけど、使い終わったっていうからです、どうするのこれ、俺のメインページスキップされたことないよねこれ。バロネスどこ行ったんだよ、そういえばアトランタル、え、アトランタルって何でしたっけ、だからライフ半分にするやつか、で、アージェントカオスフォース発動で、ランクアップするのか、カオスアトランタル、へえ、カオスアトランタルこれ何すんの、一旦ちょっとナンバーズを装備できるよ、へえ、このカードは素材を3つ取り除いてナンバーズ墓地を食ってライフを100にする、え、やばっ、ライフを100にする、え、あ、受けるダメージ全部ゼロになるんだこのターン、なるほど、じゃあこのターンは知らないんだ俺、やばい、まるでわけわからんぞ、一体あいつは何がしたいんだ、何がしたいんだあいつは、わからねえ、まあ、とりあえずソウルズ発動するか、わからねえけどとりあえずソウルズを発動するぜ、ラモールで自身を特殊召喚したいという効果、マスカレーナ効果、なるほど、いいよ、何出てくんのこれ、なんかバーンモンスターとか言いませんよね、リンクモンスターにいたら使われてる気がするんですけど、トリックスターとかなんかトリックスターにはできないですもんねこれ。マスカレーナコーディネである、流絶乱、誰誰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 誰、これなんかダメージって書いてない、これドラゴン族リンク召喚成功した場合、お互いの墓地のドラゴン族がいるとその数かける100ダメージいや全員誰やねん